はい、資料化チャンネルでございます。本日ですね、ご紹介する商品こちらになります。ロッテのチョコパイになります。これも有名なね、あのチョコパイですね。はい、僕も子供の頃から食べております。こちらのですね、まあこれ新商品なんでしょうかね、限定商品なんでしょうか。マカダニアベリーということで、世界のチョコパイ機構ファイナル最終なんでしょうかね。最初のやつ見たことないんですけど、最終なんでしょうかね。これファイナルということでね。はい。まあ、こんな感じになりますね。パッケージングね。なんかちょっと豪華ですね。ゴールドでね。光がちょっと入ってみるんですけども。まあこれ反対ですかね。ね。まあこう見た、こう見た、こういう感じになります。はい。ですね。こちら書いてますね。まるで世界を旅しているような気分を、楽しめるチョコパイシリーズ。最後の味はチョコパイファンと一緒に開発しました。これ最後の味なんですね。最初の味何だったんでしょうかね。あ、なんかありますね。後で見ましょう。ハワイをイメージしたマカダニアの、ベリーパンケーキをぜひお楽しみくださいということで、チョコパイ新シリーズ。なんかね、こんなチョコパイあったらいいな。どんなチョコパイがあったらいいんでしょうね。今までこんな商品が発売されました。ザットハルトとニューヨークチーズケーキとブルーベリーヨーグルトパイ、今売ってないみたいですね。これなんか限定みたいですかね、これね。で、優秀賞にはロッテのお菓子詰め合わせプレゼント。あ、これいいですね。申し込んでみようかな。3月17日から8月31日までということで、なんかね、こんなチョコパイあったらいいなって。どんなチョコパイあったらいいかな。そうですね、中にベビースターラーメンかなんか入ってたら美味しいかなって。美味しいわけないじゃないですかね、そんなんね。はい、というわけで、まあこれね、なんかファイナルということで、あとのね、最初のやつ何だったんでしょうね。何個かあったんでしょうかね、これね。はい、よくわかんないですけど、まあまたね、ちょっと調べてね、わかればあれですけど、まあ調べるまでもないかな。はい。いつものね、ロッテのチョコパイは、しょっちゅう買って食べてます。これなんかね、やっぱり期間限定なんでしょうね。ハワイのシールが、シールというかマークが入ってますんで、どれかちょっとね、開けてみましょう。この開け口、分かった、開けました。はい、ロッテチョコパイということで、これなんか書いてますね。はい、チョコパイ研究会の方11人の中いますね。チョコパイ大好きの11人が集まって出たチョコパイ研究会、その中で考えられたアイデアを商品化。ハワイで人気のパンケーキをマカダニアとストロベリー、ブルーベリートッピングした味をイメージしました。さらに美味しくなるご家庭でのアレンジもおすすめですということで、作ってみよう、トロピカルパンケーキ風ということで、これなんか書いてますけど、まあこのね、チョコパイになんかね、フルーツ乗せただけっていうかね、そんな言い方したらなんかあれですかね、ちょっとね、悪い人みたいですね、と思いますんで。はい、というわけでね、まあ、一つね、ちょっと開けてみましょう。どんな感じなんでしょうね、これね。はい、ちょっと開けてみますね。お、匂いはですね、チョコパイの匂いします。一緒か。はい、ではですね、まあ、こんな感じになりますね。まあ、外見は完全なるチョコパイ、普通のチョコパイです。食べてみましょうね。お、味が違う。チョコパイのクリーム全然違いますね。あ、ブルーベリー入ってますこれ。うん、クリームがね、全然違います。これ美味しいですね。マカダミアの、マカダミアナッツのね、味がします。あ、美味しい。これブルーベリーのね、あ、これすごい、チョコパイ研究会の人すごい考えてますね。これ美味しいです。はい、マカダミアナッツの香りと、ブルーベリー、完全に味しますね。で、このクリームがね、おそらくこのマカダニア風のね、味なんでしょうね。あ、本当だ、マカダミアナッツのね、ちょっと細かくこう、なんていうんですか、クラッシュして、その辺になんかクリームと混ぜてる感じですね。色がどうしてもね、マカダニア風のちょっとね、アイボリー系の色になってますね。美味しいですこれ。で、うちありますね。まあこれスーパーでね、まあ198円で売ってたんで、今回ね、もう売り切れ寸前でした。はい、あ、これ美味しいや。買ってよかったなっていう感じがします。まあぜひともね、期間限定ではなしに定番として売っていただいても全然いいかなと。まあ、ただちょっとコスト的に考えると、普通のチョコパイよりもコストはかかってるんじゃないかということで思います。美味しいです。
感想としてはこれね、5点満点中5点あげてもいいんじゃないかなというぐらいの美味しさです。何個でも食べれそうですね。子供もすごく喜ぶような味だと思います。はい、はい、これね、トロピカルパンケーキ風のこれね、こんな感じで作っても全然美味しいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回こちら、ロッテのチョコパイ、マカダミア&ベリーパンケーキのね、世界のチョコパイ機構ファイナルということでレビューさせていただきました。はい、本日のご視聴ありがとうございます。